将棋の八大タイトルの一つ王将を獲得し、史上最年少で五冠となった藤井聡太新王将が週末佐渡を訪れ、市民との交流を楽しみました。今回この私も訪れるのは初めてなんですけれども、皆様には本当に温かく受け入れていただいてとても嬉しく思っています。今月25日から2日間佐渡市を訪れた藤井聡太五冠。佐渡市では王将戦第7局が予定されていましたが、藤井五冠が4連勝したことで開催されず、代わりに囲む会が企画されました。王将戦七番勝負を振り返る中、話題が対局中のお昼ご飯に及ぶと、王将戦だと、まあ、確かその、まあ、前日に、はい、メニューをいただいてくれるということが多かったと思います。前日だと結構あれですね、当日になってやっぱり気が変わるとか、やっぱりそうですね、そういうところもなんか、まあ、読みが問われているというところになってきました。また質問コーナーでは、対局同様目を閉じて熟考する姿がありました。夢や目標が自らに与えてくれる力について。そうですね、まあ、なんていうか達成可能な目標というと、なんていうか、前に1回ずつ立っていって、まあ、それをそうですね、一つずつ、まあ、クリアしていくというのも、その、なんていうか、大きな目標は別に、まあ、取り組む上での、まあ、モチベーションには、はい、なるのかなと思います。イベントの最後に行われた抽選会で、藤井五冠のサインを手に入れた子どもは、はい、卵にします。一方、この前日に開かれた祝賀会では、鬼太鼓の迫力に戸惑う様子もありました。その他、佐渡市内で行われた将棋大会の優勝者を表彰するなど、交流を楽しみました。佐渡の将棋界もですね、どんどん広がっていくと思っております。藤井五冠の滞在は、佐渡将棋界の財産となったようです。